迷子常習犯だった、神隠しにあったと思うぐらい、未だに結構方向音痴でなかなか覚えられないので本日はお集まりいただきありがとうございます。国木田陽役を演じさせていただきました芦田沙羅です。短い時間ではありますが、映画の魅力をたくさんお伝えできたらなと思います。よろしくお願いいたします。脚本をいただく前に小説の久保さんの小説を読ませていただいたんですけど、その時に陽の強い部分だったり弱い部分も含めて全てが本当に愛おしい女の子だなっていう風に感じて、なんかもし私だったらちょっとその場から逃げたくなってしまうようなことでも逃げずにちゃんと向き合って前に進んでいく姿はすごく魅力的だなって思いました。久保さんの素敵な温かい小説に今泉さんの空気感とか色が加わってさらに素敵な作品になっているなって感じました。初めて今泉監督とご一緒させていただいたのがパンとバスの2度目の初恋っていう作品だったんですけど、そのクランクアップだったかクランクアップ後だったかちょっと忘れてしまったんですけど、その時に監督の方からいつか芦田さんで主演を撮りたいと思っているのでその時はよろしくお願いしますっていう風に言っていただいて、そこから私の中でもいつか今泉組で主演をするということが一つの目標になっていたので、でもまさかこんなにも早くそれを叶えていただけるとは思わなくて、私は本当に今泉さんの現場が大好きなのでとっても嬉しかったですし、事務所の25周年記念という大切な作品を大好きな今泉組でしかも主演という大役をいただけて本当にありがたい気持ちでいっぱいでした。よく私の家族は小さい頃に毎年のようにキャンプに行っていたんですけど、そのキャンプの買い出しに母と2人で行った時に、まだその頃は私は多分4歳とか3歳とかだったと思うんですけど、もうキャンプの買い出しなのでカートの上もすごい飲み物の段ボールとかがいっぱい山積みになっていて、で母と一緒にお菓子売り場に行ったんですけど、そのお菓子売り場で突然私がいなくなって、で母は焦っていろんなもうスーパー中を探してサービスカウンターにも行って娘がいなくなっちゃったんですけどって探したけどいなくて、でも神隠しにあったと思うぐらい見つからなかったらしくて、で母がもう一通りカートを押しながら探していたら、突然カートの下から私がママ人参あったって出てきたらしくてでそのなんかその話を未だによくされるんですけど、私は本当に小さい頃に迷子常習犯だったっていう話をよく聞いて、で未だに結構方向音痴で一人で一回行った場所とかももう10回ぐらい行かないとなかなか覚えられないので、なんかそこは小さい頃から変わらないんだなっていうのをよく家族で話してます。分かったんですね、はい、じゃあお母さんはヒヤヒヤでしたね。そうですね、その時の記憶もすごく鮮明に覚えていて、覚えてるんですか、ね、カートの下でも母は必死にものすごいスピードで私を探すので、私はもうカートから振り落とされないように必死にカートの下で捕まっててお母さんすごい人参必死に探してるなって思っていた記憶があります。人のぬくもりだったりとか優しさだけは他の何にも変えられないなっていうのを最近すごく実感することが多くて、なのでこの笠劇3回を通してそういう自分よがりでない相手を思う気持ちの大切さとかそういう当たり前の大切さを伝えられたらなと思ってます。なかなかやっぱり難しいと思うんですけど、この映画の感想だったりとかを直接誰かに
見てくださった方が伝えてくださったら嬉しいなと思ってます。本日はありがとうございました。